よいしょ。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。さあ皆さん、夏ですね。夏楽しんでますか？まあ夏といえばいろいろありますよね。夏だ、花見だ、海だ、お化け屋敷だ、なんかいろいろありますけどね。まあ夏といえばいろんな思い出がある。そうね、合コンとともにね。みんな合コン行ってるね。まあ男たちといえば、まあ合コン行けばすぐまあみんなポッキーゲームやりたいがるわけだよね。でポッキーゲームやろうかなんつったら、でも女の子にドン引きされるわけだよね。何こいつらやばいんじゃないのみたいなね。だけどここで大丈夫ね。ポッキーゲームしようって言っても、違う違う、これだよこれだよとか言って、これもう外れのポッキー引いたらパンってなるやつで、こうね、こんな感じで、あーあーあーとか言って、思いのほか盛り上がったりするよねみたいな妄想をずっとしてる、ずっとしてる。だけど誰も俺のこと合コンに呼んでくれないんだよ。そんなわけで、今年の夏も全然楽しい思い出ができなさそうだなと思っている私、刑事チャンネルなんですけれども、夏といえばもう一つまだありますよね。クリアランスセールの時期だったりもします。なんかお洋服屋さんとかね、安くなってますよね、夏物がね。北海道でも札幌駅周りの百貨店とかファッションビルなんかはね、やっぱりね、クリアランスセール真っ盛りでして、私も先日行ってまいりました。まあ、この動画がいつ出るのかによって、旬な話か旬じゃない話かちょっと分かんないんですけど、まあ楽しい思い出もできなさそうなんで、買い物でもしようかなと思い買い物に行きました。本当はワイシャツだけでちょっとね、なんか減ってきたから、ダメになってくるじゃない、ワイシャツってすごい黄ばんじゃったりね。これはもう避けられなかったりする、ある程度予防はできるものね。ワイシャツがちょっと悪くなってきたんで、買いに行こうと思って買っちゃったら、思わず買いすぎてしまった。いくら買ったかってやるとね、まあ大体2、3万で何枚かワイシャツとネクタイ買って帰ってこようと思ってたんだけど、最終的に10万円使ってたっていうね。おいおい、怖っ怖っ、なんだこれ、おい、どういうことだよこれ。10万円あったら合コンで結構羽振りいい感じ見せて、ひょっとしたらこうなんかね、あ素敵とか、そうあったかもしれないことを全て棒に振ってきた私、刑事チャンネルですか。まあいいか。そんなわけで、今日はですね、クリアランスセールで購入してきたもの、購入品を、まあ、お見せしようという、至ってその YouTuber っぽいことをやるよということですね。前振りの合コントークだけでもう2分ぐらい引っ張ってるわけなんだよね。ここまでのトーク一切実りなし。というわけで、購入してきた袋をまず皆さんにお見せしたいと思います。10万円も買ったって言ったら相当購入できたよねとかっていう話になると思うんだけど、ででんちっちゃ、おい最近俺ユニクロでね、ユニクロでさ、なんか1万円分買ってきたとか言って、ユニクロで1万円分買ったらこんなでかい袋買ってなってんだけど、なんかちょっと高いところで買うと、まあ、こんな感じになっちゃうよねというところです。まあでもワイシャツとかは仕事で使うもんだから、あんまりその、ね、安すぎるものは嫌だなっていうところもあったりして、まあ、ちょっとね、いやでも思ったより使いすぎたっていう反省点も全然あるんだけれどもね。ワイシャツを買ってきました、ね。メーカーとか別に言いません。なんとなく袋見て、あそこかなとかって皆さん勝手にさせていただければいいかなと思います。そんなわけで、では買ってきたものをね、まずお見せしていきましょう。ワイシャツたちからお見せしていきます。ちょっと待ってね、よいしょ。まず一つ目のワイシャツは、いやちょっとね、出すときにね、ワイシャツがねバラバラになっちゃったんだけど、これです。じゃん、はい、こんな感じのワイシャツです。ロンドンストライプにクレリックシャツのやつですね。まあ、ちょっと、でも動画で映すとこれなんかあれだよね、ここら辺さ、わじゃ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 って見えるんだよね。動画映えはちょっと難しそうな感じのワイシャツかなと思うんですよ。結構こういうシャツ好きなんで、まあまあどんな場面でも使いそうな、やばいね、これもう、こうなんかもうみんな見てる、みんなちょっとあれだよね。目チカチカするやつだよね。ちょっと一応すげえ近くに、この辺これぐらいの感じで見せたら平気なやつだよね。でもう一つがこれ、これですね。まあこれもチェックなんだけどね、まあそんなに柄は派手じゃないんだけど、ピンホールカラーになってるタイプです。結構ねピンホール昔好きでよく着てたんだけど、最近あんまり売ってるとこ見なくて、なんか売ってたんで買いました。どちらのワイシャツもね、確か1万5000円だったものが 30% オフとかになっておりますね。でそれだけでもう9000円ぐらい得してっからね。9000円得したからね、やった超ラッキーじゃんとかって思ってるね。夏の商品がもう夏真っ盛りの頃には安くなってるっていうのって得だよね、嬉しいよね。でもワイシャツだから夏か夏じゃないかってあんま関係ないで、さらに得なんです。であと一応ネクタイも買ってきた。まがまがしいネクタイ買ったな、またとかちょっと思うかもしれないですけれども、どうしようかな、ちょっとじゃあ簡単にちょっと一回着てみようか。さあどう、
実際にちょっとね、そのマガマガしいネクタイと、ロンドンストライプでクレリックのシャツを合わせてみました。こんな感じで着れたらいいかなと思って、購入したんですけど、まあ大体イメージ通りの雰囲気で、個人的には結構満足しておりますね。でちょっとね、このネクタイ多分ね、まあ、1万6000円ぐらい多分したと思うんだよ。1万5000か1万6000円ぐらいだと思うんだよね。で、しかもこれ安くなってなかったんだけど、まあでもね、しっかりしたちゃんとしたいいネクタイってこうディンプルがすごい作れていいよね。こう深くさ、キュッとね、綺麗に仕上がるんだわね。こういうところがあるからね、見た目がよく見えたりするので、すごい良かったりする。で、ワイシャツもね、まあもう定価1万5000円、3割引きだから1万500円ぐらいになるのかなっていうところで、まあ結構高いのかなと思うんだけど、やっぱりいい綿素材を使ってるワイシャツは着心地がいいよね。なんかその形状記憶とか携帯安定シャツとかって結構あるじゃない、シワになりにくくてアイロンかけなくていいとかっていうの、ああいうのもすごく便利だなとは思うし、洗ってすぐ乾くよね。あのね、だけどね、個人的にあんまり着ることがそんなになくて、やっぱりその着心地があんまりうんっていうのと、なんかねシャキッと見えにくいというかね、なんかなんというかあんまりね、個人的にはね、やっぱり綿の方が良かったりするなと思ってる。で、綿素材ってほら、なんだろう、綿ってその綿の花を咲くときになんか綿みたいなのが外に出る、そういう植物からこう摘んでコットンにしていくから、なんかその乾燥地帯の綿がより高級でいいとされてたりするね。綿ってその水に弱かったりするから、でだからまあエジプトとかの綿が最高級の綿だとかって言われるんだけど、そういうそのなんか乾燥地帯のコットンってあんまり日本に直接入ってくることって少ないらしいんだよね。なんかそのヨーロッパの方に全部買われちゃう、買い占められちゃうんだって。なんか政治的な問題でヨーロッパに一回行ってからそれが日本に来るから、いい綿素材っていうのは日本だと結構高いみたいな話をちょっと聞いたことがあります。その筋の人に、その筋ってどの筋とかって思うんだけど、ね、まあ、そんなこともありつつね、日本でいいシャツを買おうと思うとちょっと高いよなとか思いつつも、でもね、この着心地とかには満足してます。じゃあもう一個ね、ピンホールカラーの方ちょっと、ね、着てみたいと思います。はい、もう一つの方のピンホールカラーを着ました。これはね、これすごいいいシャツかもしれない。生地の滑らかさもさっきよりも滑らかだし、ボタンとかもすごい厚みのあるね、貝殻のものを使ってますね。まあ、厚みのあるボタンはクリーニングに出した時にちょっとね、割れて帰ってくる可能性もあるので、気をつけなきゃいけないんだけどね。で、ピンホールがあるので、ネクタイを下からグッと持ち上げて、ネクタイが立体的に見えるような感じに、ね、なっておりますよね。なんかもともとそのピンホールのピンって、ネクタイって、ペラペラ、今ね芯が入ってるネクタイがほとんどだからあれだけど、昔はなんかそのペラペラだったらしいね、もっともっとそのペラペラなネクタイがペタってならないようにこうキュッと下でこうね持ち上げる用としてあったらしいんですよ。まあこれも別に昔、僕が昔にタイムスリップして見に行ったわけじゃないんで、受け売りのお話なんですけれどもね、っていうのもあって、まあとにかくこの立体感があって、なんかこうシャキッとして見える感じとかっていうのはすげえ好みだったりするので、いやこれはいいな、これはいいな、うん、でも久しぶりにピンホール着るとね、ちょっとね首周りがねちょっとね窮屈にね感じちゃうかもしれないね。この辺は慣れとかってもあるかもしれない。俺太ったかな、いや体重は変わってねえぞ。はい、というわけでね、ワイシャツの方はあんな感じでしたよということで、じゃあもう一つの袋の方、こっちはね別にワイシャツとかじゃなくて普通に T シャツとか買ったろうかなって思って行ったんだよね。したら全然違うものを買っていたということです。まず一つは、これです。でん、シャツ、またシャツいやこれカジュアルなワイシャツじゃないから、ね、なんか下がこんなになってね、ちょっと可愛いかなと思ってね、黒いシャツってあんまり着ないなと思って、でボタンが白くってなんかインパクトになってて結構いいなと思って買いました。で長袖なんで、やっぱりねこれもね、なんだろう、北海道だとそんなにその半袖の時期って長くないんだよ。夏でも結構その夜になると肌寒いからなんか羽織れるものとか、現に今俺ね、長袖ちょっと袖まくってるぐらいな感じだったりするんだけども、そんなに暑くなることもないし、長袖着てる時期の方が長いんだよ。これ得なんだ。これもね 30% オフだいやこれ結構したな、これ2万4000円が 30% オフということなんで、7000円8000円得してるよねっていう、そう7000円ぐらいかな、得してるよねっていう感じになってます。ラッキー。そしてもう一つがこちら、ちょっと待ってね、これです。じゃん、なんだろう、ブルゾンっていうやつか、俗に言うね、これねすげえいいなと思ってね、これもまたね夏着ねえだろっていう時期のものなんだけど、だからこういうの着る時期長いから北海道ね、これすごいよこれね、これね、これがねクソこれ結構高かったんだよ、5万6000円の3割引きなんで、言っても1万6000円か7000円ぐらい安くなったっていう、
ね、だから合計で3万円ぐらい安くなってるよね、言ってもね、全部の割引額を合わせたらね。これはね、これすごい良かった、これは良かったね、これね、しかもね、リバーシブルなんだよ、これ裏返しにもできるんだよ。これもちょっとじゃあ着てみましょうか。これすごい良くない？これどう？これまあ普通に黒いシャツじゃんとかって見えちゃうかもしれないけどね、ここに赤いのが入っているからね、下も黒入ってるんだけど、今全然見えないよね、みんなにはね。すごい背伸びしてなんとか見せようと頑張ってるんだけど、全身黒にしてもなんかいいなと思ってる。でシャツなんだけどちょっとねゆったりしたシルエットになってるんで、なんかリラックス感がある感じね、これすごいいいかも、これいいな。これ秋っぽい感じになってきたらすぐ着たい、早く着たいね。あ、でも動画の撮影の時はしょっちゅう着ればいいかね、長袖でも構わないしね。でちょっとこれ着ていい？本当はこれはなんか T シャツの上とかに着ればいいんだろうけれどもね、これがね今回の買い物で一番気に入ったといえば気に入ったんですよね。だって T シャツ買う予定だったのにこのさ5万円するブルゾン買うなんてさ、よっぽどじゃないと買わないよとかってちょっと思ったんだけど、サイズもさぴったしあったしさ、やべえと思って、どうしよう迷うことなく買っちゃったよね。よいしょ、ほら、いやこれすごいいいんだよこれ。ちょっと待って、ポッケどこ行った？あった。ほらこれいいよね、スポーティーな感じで、よいしょ、こんな感じになるでしょ。いやこれいいよいいよ、ポッケ探すのがね苦戦する、なんかどこだみたいな、いっぱい線あるからさ、いっぱい線あるから一瞬わかんないけど、いやこれいいと思いますけど ね。でさっきも言ったんだけど、これリバーシブルなんだ、ちょっとひっくり返してほら、袖にね、袖にちょっとブランドの名前が入りつつ、ね、なんかあんまりそのブランドしてるのは僕は好きじゃないんだけども、なんかパッと見てそんなにえぐいデザインじゃないからいいなと思って、まあ多分さっきの胸にもなんかワンポイント入ってるのかな、その迷彩柄が入ってる方で着る、いやでもこっちの黒の方もいいな、これいいな、これすごいすげえいいよこれ。でもこれあればしばらくな、もう今年の秋は何も買わない、これなら、まあ、とか言いながらユニクロ行ってさ1万円分買ってきましたとか多分やると思うんだけどね、これいいわ、これすごい気に入りました。はいはい、というわけでね、セール行って得したよというね、ちょっと実際おいくら万円得したのかっていうのはちょっとここにね計算してテロップでペロペロンジャキンとか言って出てると思います。こんだけの金額得しちゃったわけですからね。なんかその夏物ってさあんまり安くなってないよね。なんかさ今すぐ使えるものって 10% オフとか 20% オフぐらいってそんな安くねえなみたいな感じのものも結構あるんだけど、なんかそのこういうさちょっともうちょっと待たなきゃ使えないものっていうのは結構大胆に安くなってたりするで、意外といい買い物したなと思っております。え、言ってもこれ俺あれだよね、俺北海道だからこれが通用するんだけど、東京の人とかだったらさこんなもん買ったってもう使うのもうさ 3,4 ヶ月後とかだからちょっとしんどいのかもしれないけれどもね、まあそんなね、地域的属性も考慮しつつこんな買い物をしてきましたというそんな動画でございました。ご視聴いただきありがとうございます。これは急に終わるな、誰か俺を合コンに呼んでくれ。行かないけどね行かないけどね、キョドっちゃうじゃん合コン行ったもん、ちょっと ポッキーゲーム しませんかこれほんまにみたいな気持ち悪いんで、今日の動画はここまでご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー、バイバイ。